ランドセルの箱へのしまい方を説明します。ランドセルのベルトを組んである場合はこのように取り外します。まず最初にこのビニールを蓋にかぶせます。次に2番目に長いボール紙をかぶせと本体の間に挟んで閉じます。そして一番長いボール紙をかぶせの表面とビニールの間に差し込みます。下ベルトはこの擬宝珠が下向きになるようにしてください。次にランドセルのベルトとセカンド押し跡がかぶせにつくのを防ぐために一番長いボール紙を持ち手につくまでしっかりと差し込みます。さらに一番短いボール紙を持ち手の保護のために同じ位置に差し込んで持ち手を覆うように折り曲げます。次に背負いベルトを下ベルトの輪の中に通してベルトを組みます。そして擬宝珠の押し跡がベルトにつくのを防ぐために横へずらします。次に袋掛けによる押し跡などを防ぐために袋掛けの下側にボール紙を差し込んでください。反対側も同じように差し込んでください。ボール紙をすべて取り付けたら紺色の袋の中にランドセルの底から入れていきます。その際に横の袋掛けが跳ね上がらないように注意してください。袋口を折りたたんでかぶせの隙間に入れてください。ランドセルを紺色の袋に入れたらランドセルの底から箱に入れてください。そして蓋を閉じてランドセルを保管してください。